どうもー、マイクロさんです。いや、綺麗なお骨ゆうたですさあ、じゃあ今回もファンパラやっていくんだけど、その前にコメント返信やっていきます。本日は茶番6本本編2分でお送りしております。本編2分17秒か、エンディング2分17秒かごめーん本当にね、あれだよね、2本連続2分ほどエンディング流しやがってって思ってるよね。マイクロさんも思ってんもんでもね、許してほしい。今までファンパルに50万60万ほどぶっ込んできたマイクロさんを許してほしい着稼ぎのために当倍にしてて笑った違うじゃん。これはさ、これはね、伏黒親子の動きというか活躍をね、ゆっくり見たかっただけだから。別になんかそのね、エンディング長くなりそうだから戦闘速度1倍にして尺稼ごうとか、そんな変なことを考えてないからね。ね次こそ爆死してくれ、頼む上さん。爆死したマインドのさんを見たいんだ。誰だよそのヌルヌルしてそうなやつ初見です、声めっちゃイケメン。ありがとうございますいやちょっとね、これはマイクロさんのあれなんですけれども、声をね褒めてくれるのはもうシンプルに嬉しい術式反転赤の古城悟る来るかな。これね、今回のね、開局玉折イベント、この辺はねまた別で動画にしようと思ってはいるんだけど、この開局玉折イベントなんだけどね、第4弾まであるの。第1回が学生五条で、第2回が学生ゲートで、つい最近あった第3回が通りさんなんだけど、第4回目がねどこかのタイミングであるから、それがね、まあこの人が言う学生五条さんかな、術式反転赤のね、初めて術式反転できるようになった五条さんが来るんじゃないかなっていう話をしてるんだと思うんだけど、その辺はね考察にしかならないんだけど、また動画にしていきたいと思います。というわけでコメント返信はこれで終わりなんだけど、今回やっていくのがこれ、この天の坂箱のこの対象に付与されている解除可能な強化系バフを一つ解除っていうのがあるんだけど、これがどこまで解除できるかっていうのを今回ちょっと検証していきたいなと思います。まず確認していきたいのが、あれだね、領域調査の5、一番最後のところここだね、ここなんだけど、このなんか虫の人ってなんかあれなんだけど、この虫がまず回避でしょ、回避と、このなんかカニというかな、甲殻類みたいなやつがなんかシールドかなんかそういう系のバフをしてくるんだよね。その辺をまあ解除できるかどうかちょっと確認していきたいと思います。普通にクリアしていく予定だから、まあ普通にこの、あ、これじゃないわ、ごめんここだね、ここが当時さんにして、これはもう何でもいいんだけど、あれかな、もうこれでやっていきたいと思います。始めましょう。いけーはい、まずはね、まあ一旦目はバフというかないので、まあ、次のターンから敵がねバフをしてくるので、とりあえずこのターンは普通に攻撃していきます。で、当時さんがね、確か会心出ると、クリティカル出ると確か 50% ぐらいの確率で必中効果がね確か付与されちゃうんだよね。で、ちょっとここで必中あるか一回確認するんだけど、ちょっと一回確認するね。必中が、あるね必中があるから、ちょっと回避がついてる虫野郎には一回攻撃せずに、こっちこのなんか甲殻類のやつを攻撃します。なんか日本語大丈夫かこれね、このシールドがね、ちょっと解除できるかどうか確認していきたいと思います。解除できると思うんだけど、どうだろう。はい、決まっていきましょう。ちょっと倍速解除しとくか、ここだけ。はい、解除はできてない、できてないか、できてないね、できてないね。これやっぱりあれなんだ、ステータス上がる系だからまた別なのかな。なんかで、じゃあ次は一回、これ必中効果ある、必中効果は必中効果ないので、回避されるかどうかこっちで確認していきます。天の坂箱でどう、ここが踏ん張りどころです。はい、ゆっくり回避され、あー、まあ解除できないか、やっぱり無理か、やっぱそうなんだ。でもこの辺はね、解除できないことが分かったので、とりあえずなんか倒したいと思います
はい、これでいいかな。てかこれか、シールドに関しては多分ぶった切りの方がいいんだね。これぶった切りがさ、対象の非ダメージダウン系の状態効果を無視してダメージ与えるだから、こっちを使ったらいいって感じか、この場合。まあ、解除はできないけど、シャコントできるって感じだね。授業を始めよう。とりあえずまあここはね、倒していって、はい、もうなんかもうとりあえずちょっとここも流すんだけど、はい、カニ野郎はちょっと残ったね。はい、死なせない。相手の隙を見せ、ああ、これで、あ、必殺溜まってないわ、いいか。ではシャコントで終わりかな。ここが踏ん張りどころです。はい、パパパン、あ、どうだった。じゃあもう必殺を殺すって、ちょっと任せろ。待って、これユータの攻撃で終わるくね。え、これうまく決まんない、うまく決まんない。あ、いた。あー、今の演出あれじゃん、確定演出か、今の鎖引く感じのあれが、はい、いいね、そういう感じ。あ、はい、お疲れー。ということで次はね、ジョーゴかな。ジョーゴをちょっと確認していきたいと思います。はい、次は、ジョーゴなんだけど、まあ、難易度はね、まあ、別に関係ないので、とりあえず、まあ、簡単にクリアできるハードで、ハードで、まあ、やっていきたいと思います、これでね。はい、やります。まあ、すぐにね、すぐに終わるでしょう。とりあえず、このターンは領域展開してもらって、あ、もうこれはいい、これはこれ、これはいいとして、あれ、まあ、必中効果受けないっていうのもあるからね、確か。当時さんが領域展開の必中効果を受けないとかもあるし、まあ、その辺もちょっと見ていこうかなと思います。終わりだな。はい、切る。領域展開、まあ、この領域展開のダメージは食らう。これは食らって、あ、これはもう関係ないよね。で、あとこの辺のバフだねをちょっと解除できるかどうか、これとかだね。当たるダメージが 50% 増加とか、受けるダメージ減少とか、この辺ちょっと解除できるかどうかを確認していきます。厄介な手を使う。厄介な手を使う。はい、これでなんか解除できた。解除できて、ちょ分かんないな、分かんないからちょっと確認するんだけど、そう、解除できてません。やっぱ領域展開は無理なのか。やっぱ領域展開無理っぽいね。なるほどね。厄介な、やっぱり領域展開は解除できないっぽいです。はい、そうか、解除できないか。どう、厄介な手を使う。あ、普通に負けそうなんだけど、ハード。さすがにちょっと調子乗りすぎた。さすがに調子乗りすぎたので、ちょっととりあえずこれは、はい、終わりにします。じゃあ次確認していくのが、ここだね、順平がね、ちょっといるので、一応まあここも確認でちょっとやっていきたいと思います。まあね、無敵解除ついてるから普通に解除できるとは思うんだけど、とりあえずまあ確認でね、一回やっていきます。はい、待てちょ待てそれは聞いてないって。待てって、落ち着け一回。ちょっと待って、どうすればいいのこれ。ちょっと待って、分かったこれだ。残滓外せばいけるかもしれない。これいけると思う。これでいけなかったらちょっと検証不可能ということになっちゃうんだけど、多分いけるでしょ。はい、多分いけると思う。多分ね。どうする。じゃあちょっと一回、死なないでくれよ、頼むぞ。死ぬなよ。あ、いけた。オッケー。じゃあ、シールドと、シールドっていうかもう攻撃無効化と術式アップがついてるので、それを解除できるか、まあ、ここだね。ここを見ながら、注視しながら、見ていきます。多分ね、まあ、シールドは確率に剥がせるけど、同時に術式も剥がせるのかな。はい。倒せて無理じゃん、もう検証こんなん。あ、まあ、いや、もう次いきます。次、はい、さっきのはね、シールドは、まあ、剥がせましたよっていうことが分かっただけでもいいと思う。まあ、絶対剥がせはするんだけど。はい、じゃあ次はマキトだね。マキトの、まあ、領域展開とかね、またその辺も、まあ、どうせ、あ、そうだ、なんか小さくなるじゃん、あれもね、ちょっと確認したい。確認、まあ、とりあえず初めは、まあ、なんか、周りの弱いの倒してって、お、体術ダウンしてくれんの？いいか。じゃあ、こうして、はい。体術ダウン。あ、そっちじゃないのか。まあ、もう、これはもう普通に攻撃するしかない。割れんの？ちょっと待って。待て。これも検証できないんじゃないの？もしかして。はい、やり直しのお時間です。これ、こ
これあれか、多分クリティカルが出るかどうかってことだよね。じゃあ分かった、これさ、そういえばさ、これ霧払いの方が火力高いのか、こっちでいいね。ちょっとごめん、天の逆方でここで攻撃すれば火力低い、変わんないかな、もしかして変わんないかな。クリティカルが出なかったらいいんだけど、あ、クリティカル出てない、クリティカル出てないね。クリティカル抵抗下げないからか。さて、クリティカルさえ出なかったらこっちの火力が上がんないから、はい、なんでなんもう無理じゃんこんなはい、まあこちらもね、継承不可ということで倒していきます。すべて問題なし。はい、もういいわあ、次ちょっと花火だね、花火の確認しに行ってきます。はい、じゃあちょっとね、まあ、これも もしかしたら検証できないかもしれないんだけど、花火の確認をちょっとしていきます。まあ検証するも何もあれなんだけどね、どうせ爆破がせないとは思うんだけど、はい、まあ普通にね、これ倒しちゃいそうだな、領域展開する前に倒しちゃいそうだね。ふんじゃないよ。あ、回復するの？でもブレイクダメージさ、ブレイクダメージ的に無理そう。あ、余ダメージなのとかもあるんだ。あ、必殺もたまるんだ。そっかそっか、これ領域展開はされそうだね。される？火力も下がってるから大丈夫。あ、撃たれそう、撃たれそう。はい、これでこうして、はい、で領域展開次のターンにしてくるから、まだだわまだだね、まだだね、ここだね、これ次のターンだね。はい、ヨドビジュダウン、ここでどうかだね。はい、大公開。まあでもバフはね、剥がせないよね、さすがに。うん、まあ必中効果無効とかこの辺はいいとして、てかそもそもバフ自体あれか、特にない、なんか火力上がる系のバフがないから多分剥がせないか、これ。はい、そこです。無理そうだね、やっぱり。任せろ。うん、まあ領域展開中のやつはやっぱ多分ほぼ確で無理ということだね。はい、とりあえず倒していきます。すべて問題なし。はい、割れると。バイバーイ。はい、お疲れ。はい、お疲れ。解散。はい、こんな感じでした。こんな感じっていうか、まあもうほとんど検証できてないんだけどまあでも分かったことが、領域展開中の敵の爆破は解除できないっていうのと、攻撃無効はまあもちろんそうなんだけど、あとバフ解除の方に関してはステータスアップのバフしか解除できないっていうことが分かったかな。だから回避だったりシールドだったり、その辺のステータスが上がるとかそういうやつじゃないのは解除できないっていうことが分かりましたっていう感じかな。というわけで今回はこれぐらいで終わりにするので、よかったら今後もファンバレ動画だったりファンバレじゃない動画もアップしていくので、他の動画を見てってください。それじゃあね、またね、バイバーイ。